君もできる合戦塾ツイストバックハンド編。ツイストとはスライスと同じくボールに逆回転をかけてサービスラインよりも手前にバウンドさせるショットです。打球に逆回転を与えたまま短い距離を打つことで相手の強をついてタイミングをずらしたりボールを取りに行かせることで陣形やポジションを崩したりすることができます。グリップを握る時のポイント。ラケットを地面に平行にして手のひらを置きグリップにずらしていきます。そのままグリップエンド付近で握ります。人差し指と中指を指1本分離して握ります。ツイストを打つ時に握り方を変えてしまうと対戦相手に読まれてしまうので、できる限りいつものストロークと同じ握り方にしましょう。スイング、通常のストロークと同じくラケットを肩より高い位置で構えます。上から下へスイングするイメージで振り下ろします。振り下ろす時はボールの上部分を打つことを意識すると良いでしょう。十字方向から振り下ろし、四字方向へボールを押し出すように打ちましょう。ボールが飛びすぎるのを抑えるためにインパクトの時はグリップを緩めてボールのスピードを吸収するイメージで打ちましょう。体の前にボールを打つポイントを置き、ラケットの面が裏返らないように押さえながら振り抜きましょう。バックハンドはフォアハンドとは違い力を入れにくいので打点が近くなりがちですが、スムーズに打つためにフォアハンドの時よりも打点は前にして打ちましょう。練習方法。ネットの近くで手でボールを出してもらい、ボールの上部分を打つことを意識すると良いでしょう。最初はバックスイングを小さく構え、ボールの上を捉えて押し出すように打ちます。繰り返しになりますが、インパクトの時はグリップを緩めてボールのスピードを吸収することを意識しましょう。打点を前にしてボールの上側を捉えて、ラケットでボールを下に押すイメージが良いでしょう。慣れてきたら長い距離の練習をしてみましょう。長い距離を打つときはラケット1本分くらいの高さに紐などでラインを作り、ネットとラインの間を通してサービスエリアを狙って打ちましょう。ポールがないところは審判台を使っても良いと思います。ツイストは対戦相手のタイミングをずらしたりボールを取りに行かせることで陣形やポジションを崩したりすることができるテクニック。たくさん練習して身につけましょう。君もできる合戦塾。